同じポーズで細かいところが何が違うか分かってくるですね、うん、よろしくお願いします。毎度今回プロ vs アマチュアどんなチャレンジですか。ここに裸の男の人の絵を描いてみました。おお。服を着せてみましょうか。そうですね、うん、恥ずかしいかもしれないです、ね、どんな洋服、これにスーツを着せてみますか。やってみます。はい、バレちゃうね。私は普段に着てるスーツをモデルにしたらかっこ悪さまあ自分も観光総裁以外はね着ませんからね。靴は毎日履いてるのになんで書けないんだ。あるんだっけ、ないんだっけ、まあ、ハンカチとか入れますからね。私今の問題がボタンが襟の下か下には来ないかな。あ、そうなんだ、絶対あるけど、何のため、何のためにやるんだ。ピンバッジとか花とか、うん、なんとかなんとかミク、ホマージュ、ネクタイのデザイン、はい、できました。どうかな、いろんな合ってないところが、素材がよくわからないスーツですね。パッと見た目結構いいんじゃないですか。ではお願いします。はい、この襟なんですけど、だいたいこの位置に切り込みが出てて、ここに収まるんですよ。皆さん結構下に書いてあるんですよ。そうそうそうですね、街中歩いてる時に見てみるといいですよ。まあ、スーツを着せてみました。すごい。おお。おお。同じポーズで細かいところが何が違うか分かってくるですね、うん、肩が上がってるでしょ、こっち側。そうですね、うん、だからそういう時はここたるみができますからね。そこから、うん、ここら辺は引っ張られてるっていうのを、そうですね、表すためにこういうシワを入れたり、ひねってるからですか。上に上げることによって、はい、ここを支点にして引っ張られてるんですよ。ここはたるんでるでしょ、その分、はい、上に上がったから。まあここら辺もたるみを表現してますからね。こういうところを細かく描いていくときはシワを寄せたり、ここも引っ張られてるの。なるほど。ボタンを支点にシワが発生すると結構ボタンの
高さもここが結構に一番上のボタンがあのおへそのあたりに来ちゃってるんで背広のポケットほこりが入らないような確かに蓋のような布があるんで確かに全部書く必要はない。あじゃあ上だけそうですね。へえ、なるほど。あんまり書きすぎるとくどくなっちゃう。そうそう、ね、自体がベルトが見えるはずですから。うん、ベルトはここら辺だからギリ見えないかな。じゃあセーフ。ほらファスナーもちゃんと書いておかないと。ここが開くところだとするとこんな感じで縫い目が走ってますんで。確かに確かにそうですね。私のズボンは結構不便な、うん、不便な洋服。ワイシャツのそのシワどうやって決めたんですか。まあ実物を見たりしてね、こういうシワの入り方あるんだっていうのを実際に表現してるだけなんですよ。まあ、こういうところにボタンをつけたりもね、ネクタイピンか。ネクタイピン、うん、ね、ボタンこういうところ忘れました。忘れないように使わないよね。まあ飾りですから、ね、飾り。このところは結構複雑、何の形を意識しながらうまく形。横から見ると通常のものがこ、ね、足の甲の上に乗って上に上がってるから、あ、こういうシワの入り方になるわけで。あ、なるほど。あ、ね、持ち上げられてるから。あと私やってみたんですけど、ここに影入れようと思ったらなんかどこに来るか。あ、影を入れるとしたらこんな感じもいいし、こんな感じも、股間の方からあの引っ張られてこういうところにもシワも入るんで、ここがあの支点になってシワが入るんですよ。自分でも確かめてみるといいんで、こう。そうですね。ああ、シワが。すごい。やってみたら出た。まあこのシワもスーッと素直に下ろすんじゃなくて、立体を意識して。ああ。実際のスーツはね、もうちょっとダボっとした感じになるんでしょうけどね。でもこういうスーツもあるんですね。まあ若い人向けでしょうね。ここのシワ、これの、あ、脇の下から出てますよ。うん、同じ論理。これは足とか腕と思ったらこんな感じになるんで、うんうん、なるほど。すごい勉強になりました。まあ、実際の服っていうのはもっと細かくシワとか入ったりするんで、うん、そのまま描こうとするとめちゃくちゃね苦労するけど、こういう風に簡潔にね書き方もあるんで、うん、こういう書き方を覚えておくと便利ですよ。あ、ここもポケットの上の線だけ。間近で見るともうちょっとここら辺に縫い目があるんですけど、まあでもアニメ、特にのアニメーションとか入れたら大変ですね。まあ書いちゃうとくどすぎるっていうのがあるから、程よく省略して。あ、ではとってもいい勉強になりました。ありがとうございました。どういたしまして。